はい、久保さん、こんにちは。気になる男第108話ですね。第108話。よろしくお願いします。前回107話は2つ、2つの動画を送っていただきありがとうございました。本編と補足ということで、えー、見させていただきました。2つともね、2つともの話をちょっとミックスした感じで、 やっていこうかなとは思うんですけれどもまあこの107話の本編ですね107話の本編で言っていただいた「稼げる仕事」と「稼げない仕事」の違いとはというところなんですけどまあ自分もよくこれ考えてて毎日みんなまあすごい一生懸命働いてるよなと。 サラリーマンの人は大体8時間は拘束されてると思うんでそこに関しては皆さん一緒だとただしその同じ時間、うん、働いているんだけども,もうなぜこうもこの差が出るのかっていうのをずっと考えていて自分もそうですよね普通に会社員やってたわけですからでも同じぐらい時間拘束しててもやっぱり違う。 まあ何が違うかというと、これ単純明快な答えをいただいたのはここですよね。えー、稼ぐスピードが単純に違うんですよ、と。稼ぐスピードが単純に違うと。まあ、自転車で行くのか。まあ、この人頑張って自転車こいでますけどね。自転車頑張って漕いでる人。まあ、走って頑張って追いかけてる人。まあ、この人は餌を、餌をこう <laughs>、釣ってる女の人だから、すごい一番楽してる感じですけどね。 まあ楽しても何でもともかくスピード。も、ま、う、あ、その稼ぐスピードだけで言うと、もうこの女の人が一番楽してる気がしないでもないですけどね。この、この人っすね。この人。この人、の人超楽してる。超楽してる。<laughs> はい。まあね、こんな感じであっても、結局、皆さん稼ぐっていう方向に向かっていくっていうところなら、この推進力が強い人の方が稼げるっていうね、いう栄を持ってきたつもりだったんですけど。 みんな一生懸命稼ぐ稼ぐ稼ぐっつってねでもう頑張って立ちこぎしてる人か頑張って走ってる人か、まあ、はたまた座ってる人か、まあ、みんな一緒な感じはしますけどねじゃあその YouTube を使ってないまあ通常ね皆さんまあ皆さんとか YouTube を見る人なんでね見る人じゃなくて YouTube をこう発信しない場合 といううことにしましまょうか YouTube を発信しない場合、YouTube を発信しない場合はどういう感じなのかというと、基本自分も、これは自分の経験なんですけど、まあ、会社の人ぐらいしか関係性がないと、まあ、家族もあるんですけどね、まあとは友達あるかもしれないですけど、で大体まあ数十人ちょっとぐらいだったかなと、まあ、大規模プロジェクトでもそれでも、ね、やっぱ10人、20人ぐらいしか1日関わらない、まあ、10人でもいいですよね、チームメンバーが自分が大体、 5 6人、4 5人ですよ、ね、でも毎日しゃべるのって、まあ、そこからいろいろ変わってくるんですけど、まあ、いきなり一日に10人も喋ることってほとんどないかなとは思っててうん本当にやっぱり普段の仕事では実際メンバー単位56名ぐらいで動いてるんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、自分はそうだったんでそうなんですけどねでじゃあその YouTube を使った場合って今どうなってるかっていうと、まあ、100人 1000人、まあ、1万人、まあ、自分のチャンネルだけだと100人いけばすごいなーって感じなんですけど、まあ、今回この気になる男シリーズに関しては、久保さんのチャンネルの方を載せてもらってるんでね、まあ、1万人のチャンネル登録者がいる。まあ、全員が見てるわけではないんですけど、ただ1万人にリーチする力を持ったチャンネルの力を使わせていただいてるんでね、1万人の方に,こ方に情報が届いてると。さらに自分の方は、 さらに速化塾の情報発信速化塾の毎朝のメールの方にも、まあ、自分のを作ってる覆面 YouTuber 知恵袋っていう形で、まあ、人なんていうかネタ小ネタですね小ネタを毎日やってるんでそちらも載せていただいてるんで、まあ、速化塾のポータルサイトの方にもね上げていただいてるんですごく拡散率が高い状態になっているので非常にありがたいなと思ってるんで、まあ、自分だけじゃもう絶対ね伸びないところが 違うところまでリーチしているというところでやっぱり1万人はリーチする可能性が十分あるっていうところなんですよねだから本当に会社員の時は56人だったのが1万人ちょっと1万人って想像できないですよね1万人を自分目の前にしたことないんで1万人ってちょっとどういうレベルなのかなっていうね本当想像つかないですよね正直はいまあ、ともかくその関係性がま一気に広がるとそれも全世界に広がっていくとね全世界ワー,ルドワールドワイドですワールドワイド 多分日本語なんで、ね、日本人しかほとんど聞かないんでしょうけど、まあ、それでもね全世界に広がる可能性があるというインターネットの世界でやっぱり YouTube う辞めていく人が多いよっていうのが久保さんがねやっぱり10年間見てきたところであるというところでただし辞めなければ辞めなければ年収1000万年収1億の世界が見えると、まあ、久保さんが言っていただいたね1ヶ月で1億2000万の売り上げ まあ、着金としては2000万、3000万でしたっけまあ、それぐらいかもしれないですけど、売り上げとしてはね、1億2000万入ったと、本当に、ね、月収で、普通に月でね、1億円稼げるということが、まあ、あり得るわけですよね、YouTube では。で、今の仕事を続けて、年収1000万いける可能性は、ということで、これまた自分の社会人時代の IT エンジニア時代をちょっと振り返ってみようかなと思うんですけど、まあ、IT エンジニア時代。 自分だって月収35が限界でしたね。これも残業しまくってですよ。むちゃむちゃ残業して35かなと。大体いい30ちょっとだったんで、やっぱり子供が生まれて、そんなね、過激な残業はし,たくなし,なくしなくなったので、35がいって、36か7が多分限界だった気がするんですけどね。40枚は絶対届かないですね。40枚はこの役職を1個あげなきゃいけないっていうね。役、ま、職、あ、あげれたらあげたで、またすごい負担が強いられるんで。 それと引換にっていうところで40いくかどうかだったんですけどまあだからその自分が35に行く場合だったら基本的,基本的にまあ通常働いてたら30ぐらいだったんでこの残業で稼いでいくと3万上乗せしていくと、まあ、5万上乗せがまたすごく大変で、まあ、1時間2000円だいたい残業が1時間1000円だったんで、まあ、1200円とか3000円なんでしょうけど多分税金とか引いていくとまあ手取り1000円になるんじゃないかなと思っててでこれが30時間やれば3万円とでそれを6 50時間とかやったら6万5万6万とかいくんだけどこの30時間っていうのまたね結構大変で毎日6時に仕事が定時が終わったとしてそこから3時間は乗せるんで毎日9時ですよねで毎日9時までやっててそれを10日間続けるでも10日間ってっても営業日的には5月火水木金月火水木金なんで3週間続けな3週間連続で続けなきゃいけないんですよね 55×3 だからそれほとんど1ヶ月の ほぼ全部毎日9時で帰いなきゃいけないと。っていうところでそこから今度こ3万じゃなくて33万じゃなくてこれ35万になりようとすると毎日9時じゃなくて毎日11時ぐらいにやって,てそれを週に23回散ら,ば散,らばせな散らばせたらいいんですけど昔はそれができたんですけどこのなんだろうやはりコロナ禍が始まったところでもうこれ以上働くなと。 圧力ががて実質ね3万のの上乗せぐらいが限界だったんですよその残業時間30時間超えた場合超えた場合はなんかちゃんとした理由が必要ってちゃんとしたっていうのはよく分かんないんですけどもともかく30時間以上は働、えー、払いたくないっていう会社の意向があったんで3万しか上乗せが限界っていうことでもう33万しか行けなかったんですよねそれ以上行く道がないっていう会社ではでも結局どうにかしないとお金の問題解決しないとまあ 早く帰れるのはいいんですけど早く帰れても結局何か問題がいろんなお金の問題だけが積み残されていくっていうところで、まあ、非常に大変な状態だったんじゃもしねずっと勤めてたらちょっとどうなってたのかな、まあ、どうなってもないんでしょうけどどうなってもなくこのままなんで何も変わってなかったんでしょうけど、まあ、ただねこの YouTuber っていう暮らしあらなんかおかしい YouTuber ユーチューバーは、まあ、暮らしに拘束されないというかねまあ本当にもう稼ぎたいんであれば本当にもう動画撮りまくると撮って撮って撮りまくるっていうことから始めれば、まあ、いいんじゃないかなと思うしその今の生活に不満があるならまあ挑戦すべきなんじゃないかなと思うんですよね YouTube からそして YouTube をやることで、まあ、多くの交友関係作れたりしますしまあ確かにね 確かな稼げる情報ですよ、ね、このすぐ稼げるとかなんか寝てて稼げるとかじゃなくてしっかりとしたちゃんとした、まあ、自分の目で見極め見極めれるような情報っていうのが手に入るんじゃないかとしっかり調べてね自分で。ですることによって、まあ、既存の、 常識、自分が今まで持ってた常識っていうのをぶち破って、新しい思考っていうのを手に入れる,入れることが可能なんじゃないかなと。だから、どん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 そうやって、自分情報に触れていって、そして、自分なりに勉強して、そして、 えーまあ、工夫して発展させていくっていうことをやっていくとどん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 稼ぐっていう情報、まあ、稼げるようになるんじゃないかなと今までその稼ぐっていうところはあんまり意識してなかったっていうところもあると思うので,でそうすることによってやっぱり自分の限界っていうのを少しずつ超えていくことができるのかなとまたとはいってもね、えー、自分一人じゃやっぱりきついっていうなら先生を探してみる上だったりね、えー、この人なら教えてくれそうな方を見つけてもらうと。 見つけてもろ見つけていくと。で、それに対してね、思い切って頼ってみるとか、委ねてみるとかね、もう今の状態で稼げないっていうのはもう、それが全てなので、急にその人はね、次の日から変わって稼げるようになるかっていうとなかなか難しいと思うんでね。で自分の環境を自ら変えて、まあ、進化していくことで、 そしてね YouTube っていうツール今ありますんでねこの YouTube っていうプラットフォームを使って稼ぎスピードを上げていくっていうことをやればあ変わっていくんじゃないかなと思うんですよね本当にこれは、まあ、YouTube を使ってなかった自分も一体どうやって稼いでいってるんだろうっていうところもありますんでまあ自分はね YouTube しかよく分かってないんで、まあ、YouTube やりましょうしか言わないんですけどでこれ一つの事例なんですけど、まあ、先日 YouTube 初投稿した熟成さんですね YouTube 本当に 今週、あれ、今週って日曜か。だからもう、先週ぐらいから始めたとは思うんですけどね。先週ぐらいからかな。本当に。まだ一週間経ってないとか、そこらへんだと思うんですけどね。本当に、初投稿して、このワンちゃんですね。このワンちゃん。このワンちゃん 100, 100回回ってるんですよ。100回。100回回ってるんですよね。これびっくりしましたよ本当に。これ昨日、1日前ですからね。全然これショートとかじゃなくて、このワンちゃんを写しながら喋るっていう動画をまいただいたんですけどね。 100回回ってんなと思って今日ずっと見てたんですけどなんかちょこ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 再生回数がすごい回ってていやーこういうこともあるもんなんだなとうん犬を見たいのかちょっとな,なぜこう回ってんのかっていうのは分析まだしっかりしてないんであれなんですけどただ回ってる事実があるということですよねだから本当にこの何事もやってみなきゃわからないっていうね本当にこれなんですよねまあなのでねまあここでね えー、まあ YouTube す初心者講座ということでね、まあ2週間で3000円の講座、まあ作、作ろうとしてるんでね、もしよければ興味あれば声かけていただければね、すぐ作っちゃうんで、というところで、えー、もう少しご案内というところですね、えー、本当にこの、なんでしょう、まあこの内容を、をもとに、この塾生さんがね、 こういうこともできるようになったんで、まあ、内容としてはお墨付きなんじゃないかなとは思うんですけどね、まあ、実際やれてますからね。はい、ということで、まあ、こういうところのご案内もしつつなんですけども、もうそのね、あこれもし興味あるな問い合わせをお願いしますっていう感じなんですけど、本当にその、いつか稼げればいいなーっていうのはね、まあ、いつ来るんだろうって、これもやっぱ自分、社会人ときそうだったんですよね。まあ、いつか あまり、ね、いつか稼げればいいなとか考えてなくて会社の仕事しかばっかりしかちゃんとしてなかったんでそんなこと考えたほとんど考えたことなかったんですけどもしこういう考えをしだしたらやっぱりちょっといいいいつ来るかっていうのが決めななきゃいけないで,すよ、ね、でもうねこれをいつ来るんだろうっていうのをずっと言っててもう本当にもういつになったら稼げるんだよっていうねもう憤りというかもうなんか。 <laughs> 自分に対して怒りをこう感じるならやっぱりこの稼ぐための工夫や努力っていうのをしていかなくちゃ、まあ、いけない,い,いステージになったのかなと稼ぎたいななんかしたいなっていう思いからさらにねもうこれは行動に移していくっていうフェーズになっていくんじゃなっていってるんじゃないでしょうかね気持ちの方が。ということでねやっぱりそうなると、まあ、今日の今日は何をしましたかと今日何か行動の一歩を踏み出しましたかと動画作りましたかとかね なんだろう動画を作るためのなんだろう準備、動画を作るためのなんか情報を情報を仕入れてるだけじゃダメなんでしょうけど、とりあえずそういうなんか情報を調べたりしましたかとか、何か今日ともかくできることをやりましたかというところになってくるんですよね。本当にもうチャンス、お金ですよね。お金はそこら中に転がっているので、まあ、これはね、えー、見えなければ見えないんですけど、見えなければずっと見えないままなんですけど、見える人から見たら、 いろいろ見えてくるものがあるるとで。見えてくる人にとってはあとはもう披露に行回か行かないだけだと見えるもの本当にいろんなもの見えてますかっていうお話久保さんがよくして,してるんですけどね、まあ、そういうところかなと思ってるんですよね、まあ、ちょっとこれタイムリーなネタなんですけどさっきですね本当さっきその夕方ちょっとショートを取ってみたんですけど5秒ぐらいのねさあこれ3000回以上回ってるんですよ3000回ここね1時間今日の5時から5時59分の間に 3000回そのあは多分もう落ち着いてるんで本当にこのたって5時から5時半まアップロードして1時間ですねここで3000回回ってるっていう感じでぐわーっとねぐわーっと上がってだからこれ1分単位なんですけど1分単位で150 これ1分,1分なんですね。これ全部これ60個あるんですね。こうあって60個全部あって、一番これマックスが1分で1分で100、180、200回いってんのかなちょっと分かんないですけど、1分でも200回ぐらい回ってるじゃないですか。ちょっと分かんないですけど、1分でだたい200回ぐらいマックスで回ってますね。うん、まあこ、ここですけどね、ここ。ここの、ここのポイントですけどね。まあ、それぐらい回ってると。 まあぐわーっていってもうわーって下がってるんですけどまあまあね、まあ、このショートなんでねこんなもんなのかなと思うんですけど、まあ、これだって3000回ですね3000回うん200だらここで200400600800ここ,ここら辺で1000回ぐらいじゃないですかねここら辺で1000回回って周りでここ10001000 1000っていう感じでこう増えてるんじゃないかで合わせて3000なんじゃないかなと思うんですけどね本当にたった1時間で。 3000回ぐわーっと回ってるものなんですけども本当にこれ柿を拾いに行ったんですね柿を, <laughs> 柿を拾いに行っただけで3000回再生ということでまあどんな動画かなと思ってまあこんな感じですね柿を柿がねこううちのマンションの大家さんかな,なんか撮ったみたいなんでこう柿を置いてくれたんでこれちょっと面白いなと思って5秒ぐらい動画を収めたんですね、まあ、ショートでパッとそしたらまあ これ 2000, 2000回って回ってるけど実際は多分表示が遅れてるだけで実際もう3000回になるんですけど「いただきます柿」っていうね何も変哲もない <laughs> こと書いてで全く同じねアングルでちょっと違う柿男ってもう柿の感じが違うんですけどね柿男って書いたら全然回んな,な7回しか回ってなかったんでなん,だなんだよって思って今度ちゃんと取ったら2000回回3000回回ったっていうねなんかまあ別にこれはなぜ回ったかなちょっと分かんないんですけど <laughs> <laughs> まあちょうど秋ですからねっていう感じでそうやってこう何が回るか分かんないんで、まあ、そうやってこういろいろやってみるっていうのはあのなんかいいんじゃないかなと思っててこれも多分いずれショートも回らなくなるんですよみんなやり,やだ,すやりだすと今だけかなと思ってて、まあ、なのでね、まあ、これが稼げるかどうかにつながるかは別としてただね YouTube で再生、えー、1回も回したことない、えー、とか うんであればこのね、やっぱり3000回再生回るってのは、これやっぱね、いい経験になりますよ、これ本当に。あこんなに回るんだ、みたいなね、いうところを感じれると、すごいいいのかなと思うんで、たとえショートでもね、えー、あこんな感じで YouTube 回るんだな、じゃあやってみようかなって思ったりする動機にもきっかけにもなったりするんじゃないかなと思うのでね、まあ、ぜひ、まあ、今回講座、ちょっと先もかなり言っちゃったんですけどね、えー、もし興味があればね、お問い合わせしていただければね、 もう速攻で作っちゃうんでね。まあ声かけていただければいいなという形でございます。はい、ということで、え気になる男第108話ですね。108話。稼げる YouTube、稼げない資格。ちょっとね、ここなんか名前出落ちですね。資格じゃなくて、これ何な、何が良かったんでしょうかね。<laughs> 稼げないなんとか仕事だったのかな。正しくは仕事だったのかもしれないですけど、まあもう書いちゃったんであれなんですけどね。まあそういうことで、まあいろいろ。 本当にお金について考えるきっかけに気になる男シリーズになればいいんじゃないかなと考えております。はい、ということで第109話ですね。久保さん第109話またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ここまでは覆面 YouTube アタお送りいたしました。それでは。